マサオミ流邦の YouTube のスイープゴミ編11月はきついよ。5日も月曜日あんだよ。だいたいここで終わってんだよ。ここで4回で終わってんの。おそらく、ね、そうですね、11月29日。撮ってんのは11月1日です。まあ、基本的に最初の、まあ、月曜日に一月分撮る、火曜日に一月分撮る方向でやってるんでね。まあ、1日5本は撮らなきゃいけない。で、YouTube に、こう、費やす時間は2時間です。でも。うん。10分ずつの動画を5分撮って、まあ、10分間かけて、アップするんでね。チェックしながら。ということでね、これをやってます。中でね、まさかみりほの YouTube のすべてゴミリ編ね。まあ、1回目はちょっと軽く、振り返りますね。YouTube を見るね。100人見てください。どんな人 ?10 分以上上げてる0人から1000人までの YouTuber さんをフル視聴する。ここで自分の方向性、または自信が湧いてくるかもしれません。この人で100人いるのとか。例えば、この人で2500人いるの。自信湧くと思います。まさがみ適当に動画上げてるよね、どう見ても。でも2500人いる。しかも、5桁の収益上げてるよ、この人。いけんじゃねえ、俺。そう、いけます。大丈夫です。間違いないです。私以下のレベルの人見たことないんで。皆さん、素晴らしい。そういうことね。なんでいかないから10分以上の動画を上げてないからです。それです。だから今は2、3分でしか動画上げてなくて伸び悩んでる人、10分上げてください。あなたの魅力が倍増して、まさがみなんか一気に抜くと思います。ぜひね、1500人、1000人、まあ、2000人までで止まってる人やってください。10分以上の動画を上げ続けてください。必ずあなたの、YouTube チャンネルがブレイクします。はい、私なんてあっという間に抜いて、5桁万に行きますよ、おそらく。ね、見てるだけじゃなくて、指を加えてるじゃなくて、ガンガンに行っちゃってください。ということでね。はい。でまず、始めてみる。2ミル目、始めてみる。そうです。1日1本、ね。10分間。まずね、家、外、オリジナル性。まあ、著作権と個人情報だけ気をつけくださいね。オリジナル。あなたのチャンネル、あなたのファンを作る YouTube です。だからやってください。ということで、ね。そして、継続してみる。毎日10分以上の動画、画を1本以上ね、あげる。毎日あげれない人は、休みの日に7本いっぺんにあげて予約しちゃってください。これでクリアすることができます。毎日毎日あげてくださいっていうお話もしました。そしてですね、こちらね、試してみる。何を試すか。自分の、YouTube、いろんなことにチャレンジする。いろんな撮り方をする。ね、100本、10本以上の100本あげてください。いろいろでいいです。もうね、この専門的、例えばね、ジャンルは統一した方がいいとか言いますけども、そんなのね、ど素人にできるわけないです。例えばね、芸人さんでね、お笑いの得意だったらお笑いでいけばいい。歌が上手い人は歌がいい。で、それでいいです。できる人は、我々何を持ってない人は、いろいろやるしかないんです。はい、私、ペットってか、熱帯魚飼ってます。熱帯魚動画あげます。で、ご飯食べるときにね、食べる動画あげます。そしてね、もういろんなもんな、もう旅動画もあげる、ドライブ動画もあげる。ね、いろんなこと、占いをやるみたいな、いろんなことやってます。もう、ごっちゃごちゃ。ごっちゃごちゃですけど、プロフェッショナルっていうところまで基本的にはいかないんですよね。まあ、占いやってるんですけど、私今占いで料金もらってないんでね、これがプロと言えるかどうかと最近わからなくなりました。というところで、とりあえずね、まあそういう感じですよって言うんで。そして、5ミル目、振り返ってみる。方向性を見よう。ね。これ、まあ3ヶ月ほど100本上げたら、だいたい自分のレベルが分かってきます。で、どれぐらいの人が増えたのか、全くゼロなのか、ゼロってこないと思うんですよね。それからもう何人かいると思います。ね。それを、まあ、収益化に向けてね。1000人以上、今んとこ4000時間かな。これ過去1年間で。で、これは合計でね。これをクリアするために、今の何倍しなきゃいけないかって計算立ちますよね。例えば20人集まりました、3ヶ月で。じゃあ、50倍すれば収益化できますよね。っていうお話です。ああ、ちょっと時間かかりすぎるね。じゃあ、加速して、もっとプラスアルファしよう。ちょっとダメだった動画の方はやめていこうかな。だいたい、アルゴリズムっていうのがあるんでね。
じゃあ、アナリツクっていうのがあるんで、それを見てね、あ、自分の動画のいい動画、悪い動画、傾向があるんで、いい動画の傾向をどん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 、それをこう、伸ばしていくっていう形ね。悪い動画はなんとか伸ばそうと伸びないんで、いい動画をこう伸ばしていく。まあ、そういうのを振り返ってやってみたらどうかですかね。はい。で、良い動画、結果の良い動画ね。結果の良い動画ありますよね。人数が増えた、再生回数ね。人が増えたやつね。再生回数が増えたやつね。回数が増えたやつね。再生の時間が増えたやつ。この3つに注目して、ね、自分の、また新しい動画を作っていく。進化した動画。ね、人気のあるコーナー出てくると思います。どんな人にでも。再生時間、再生が回る動画出てくると思います。そして、再生時間伸びてる動画。ね、フル視聴してくれる動画。フル視聴してくれない動画、一瞬で終わらされる動画、いろいろあると思うんですよ。その傾向を見てね、振り返ってデータを見て、そして方向性、今後の方向性を決めていただければいいと思います。ね、これがですね、YouTube を始める前から始めた後の、ね、始め、だから、これとこれを、まあ、並行してもいいですけども、これ大体ね、まあ、YouTube をじっくり研究するのに一月、ね、一月。そしてですね、YouTube を始めてみて、ここから3月、4ヶ月。4ヶ月ちょっと頑張っていただきたいかなと思います。4ヶ月ちょっとね。頑張っていただければ、そこそこの形、方向性が決まった、自分が、迷うこともなく、今日はこういう動画をあげよう。今日はこういう動画をあげようっていうのがね、決まってくると思います。おのずと。あなたが決めるんじゃなくて、視聴者さんが決めます。これは。で、私の場合もそう。視聴者さんが決めてリクエストがあるからやってるだけの話ってところもあるんですよ。いや、まあ、この YouTube の進みはもうどうしても続けられて、ずっとリクエストありました。だからずっと続けてます。あとね、土曜日の怪しげな話ね、まさがみ家の怪しげな話も。あれもまあね、いろんなエピソードを語ってるんですけども、あれもね、あまり再生されないですけど、もうリクエストがあるんですよ。続けてくださいっていう。それがある以上、私はね、たった一人のファンであっても、続けたいと思います。もう、この YouTube のすすめ、この2本ですね。あと今ちょっとお休み、先月ちょっとね、お休みした生命判断のコーナーとか、ハンドネーム占いのコーナーもちょっと復活させようと思ってますし、まあ、食事をいつもなんか食べてるね、食べるだけの動画の食べる君もちょっと復活させようと思って、まあ、いろいろ今ちょっとね、8月、9月、10月、ちょっと、サボっちゃった動画。私、言いながらサボってますからね。サボったらどうなったかって、5000回マイナスになりましたね、再生回数が。このマイナス5000回の再生回数が減ったのは、私がサボったからです。紛れもなく。ダメだな。こんな私でもね、サボります。ね、毎日動画をやめちゃったんですよね。うん。だから、毎日やっぱりね、動画を撮り続けるのが大事です。まあ、毎日ライブはやってますよ。ライブやって動画を上げるから、1日1本はね、最低何本か上げてるような形になってますけど、実際動画を上げるっていうね、作業をやらなかったです。私の動画ファン、5000回分のファンがいました。見なかった。なぜ？見なかったんじゃない？見れなかったです。なぜなら私が上げなかったから、大変申し訳ございません、本当に。ちょっと心を入れ替えて、また、動画を上げ続けるでよろしくお願いします。いや、ほんと、こんなに減ると思ってなかった。私自身、私の動画ダメだと思ってたから、もう上げても仕方がないわと思ってたの。でも、ね、5000回減っちゃったんですよ。3万回から3万回、月のね、再生回数3万回から2万5000回に減っちゃったんですよ。5000回って6分の1ですからね。12.何%じゃないですか。間違いないですよね。12% ぐらいか。違うか。あ、違うな。ちょっとわかんない。もっとか。18%、18%、ちょっとわかんないね。ごめんなさいね。20% 弱ですよね。が消えてしまったんですよ。これは私が横着してた。やっぱりこれね、必ず振り返って方向性を見ると、自分がやらかしたことって数字で出てきます。間違いなく、こう、YouTube って。YouTube って分かりやすいんです。数字で現れてくるんですよ。ダメだったら登録者減ります。ね。はい。で、実はですね、私の、
今現在11月1日なんですけど、2600名から2500名まで減りました。これは何かというとこれです。動画を上げなくなったから。ファンが消えたんです。それだけの話です。諸説いろいろありますよ。でも私はこう思ってます。私は動画を上げるのをサボってしまった。だから減った。これ仕方がない。だからこの100人の視聴者さんを取り戻すために、また新たなファンを、獲得するために私はね、また YouTube の動画を上げ続けたいと思います。クソ動画と言われようが、再生されてないって言われようが頑張って上げていきたいと思っています。いかがでしょうか ?YouTube のね、すすめ。11月ね、5見る。ね、YouTube を見る。初めて見る。継続して見る。試して見る。振り返ってみる。どうだったでしょうか?まさがみりょうほでした。それではまた来週会いましょう。まさがみりょうほでした。